おはようございます、たまです。俺の下であがけ、やっていきましょう。前回、新田くんね、新田くん狙いで今やってるんですけど、2回イベントが出ました。この不幸度っていうのが、2の時と3の時に1回ずつね、出たんで、4ね、不幸度4にしたら、もう1個また出るんじゃないかなということでね。やっていきましょう。寝る。はい、おやすみ。早々に寝る。木曜日です。おはようございます、一夜様。おはようございます。本日はキリってなるね。どうなさいました？吉岡さん、おはようございますからのね、キリってなるね。はい、働きましょう。働いてるわけではないのか。まあ一応安定の工事現場を押さえとき、どこにいるんだろうね、新田くんね。あとこのゲームね、学園ヘブンなら選択肢でねやっていけばいいんですけど、目押しでね、ルーレットを回すので、ほら、一番ね、いい、なんだっけ、3になるやつ、3つが揃うのがね、毎回出せればいいんですけど、出せない場合、そのなんか、もう最悪、手前でセーブしといて、やり直すっていうのをね、クリアが全然できなかったら、それをやっていってクリアするみたいになるのかななんてね、ちょっとよぎってるんですよね。まあビル街、学園ヘブンは選択肢ね、失敗したら選択肢を変えていけばいいんですけど、これはねルーレットがね、その時その時になっちゃうんでね。なんとなく河原は山口さんいがちで、商店街は樋口さんいがちって感じがするんだけど、公園ってあんまり人いたことこれまでなかった気がするんですよね。どこにしよう。病院と街角かな。はい。あー山口さんしかいない。やっぱ病院山口さんか。なんかじゃあ、ネピちゃんに会いに行こうかな。じゃあね。適当にこう、アイテム拾おう、アイテム。誰もいないようだ。なんか売ってない？これを。はい。あ、そうそうそう。このね、美少年ブロマイド？プロマイド？読めないんだけど、ちょっとね、プロマイドかな。プーとね、ブーが見づらいんだよね。まあ、どっちでもいいんだけど、こういうのがね、拾えるんですよね。何に使うかわかんないんですけど、まあ、一夜様のね、コレクションとしてね、持っとくんかな。誰もいないか。はい。あ、何ももらえんかった。では今日一日の報告を行います。はい。以上です。しばらく会えないかな。おはようございます、一夜様。はい。で、キリってなるんです。本日はどうなさいますか。あれ何、ピコピコしてんの何、アイテムがあるよってこと。これ使えないでしょ。これ使うと、まあそうそう、樋口さんの居場所はわかるけど別にいいかなって感じなんだけど、アイテムがあるよってことかなあれ。なんか工事現場ばっかり押さえたところでいないんで、どこにしよっかね。なんか外しまくってると悲しいな。来てくれ。えいえいえい。
あ、いた。いた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 。よし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 。よかったよかった。街角にいてくれてよかったよ。行きましょう。んで、吉岡さんどこにしよっかな。病院前とか。あ、間違えた。家押しちゃった。はい。はい。それで、人物欄がいいんだよね。この子はね。動物欄のカードね、変えてもらってもいいね。ネピちゃんに会った時にね。この子はあんまり聞かないってなってたんで。はい、じゃあ、これでいきます。目押し。あ、でもなんかすごい。って言いつつも失敗しそう。ほらな。えい。おい。えい。二つはいけた。はい。また小無双ピンポーン。こんなん怖いやんな。家に人ばっかり来て。あ。羽毛布団いかがすか。牛売りが来た。そんな余裕ねえよ。ね、ふかふかの布団用意してあげたいけど。そう言わず、超高級品。夏涼しく、冬はあったかい。いいですよ。そうかってまた騙されんのかな。ほら。そう言われると。子供だからちょっとそういうの騙されやすいんだ。ペラ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 。もう寝心地最高。ね、そうだわ。ちょっと騙されやすいんだね。あ、幻惑された。今の布団もうペタンコだしな。でも二足三本の布団を高く売りつけんだよ、こういうとこは。で、普通お年寄りが狙われがちなんじゃないの。毎度あり。後になってからどこにしまおうかと悩むのだろうな。押し入れがないタイプのお家かな。クローゼットしかなかったらね、入んないよね。おいし。誰もいないか。うん。これは。美少年プロマイド。あ、違う。子犬。引き取り手を探すためと世話で苦労します。あー。でも動物。あ、でも犬嫌いなんだよね。犬嫌いな人に子犬を預けんのもどうよって感じなんだけど、子犬預けとこうかじゃあ。では。はい。今日一日の報告を行います。はい、はい、買いましたよ、羽毛布団ね。増えた増えた。イベント出るかな。以上です。はーい。明日は土曜日ですが、いかがされますか。これね、休んでもいいし、いつも通りやってもいいんですけど、他の よくあるゲームみたいにお休みせずに働き続けたら疲労が溜まってしんどくなったりとかするのかどうかがね、このゲームではわかんないんですよね。一応もう会えたけどね、今ね、まあ、重ねてやろうか仕事ね。休まず動くことにしよう。これでね、疲労が蓄積されるのかどうかがわかんない。明日も標的への工作活動でよろしいですか。はい、一応。はい。ああ、それでいい。わかりました。そんで、ちょっとステータスのところで、あれ間違えた。どうするんだっけ。ん、あれ、こっち寝てからじゃないとダメだっけ。キャラのとこ見たかったんだけど。はい、土曜日です。おはようございます、一夜様。はい、おはようさん。本日はどうなさいますか。はい、アイテム使えたよね。これこれこれ。でも使えないんだよね。あれ、こっちじゃなかった。あ、そっか、セレクト画面だね。戻る。こっちだね。こっちだった。これ出したかったんだよ。ちょっと待ってね。で、ここでよいしょ、ワンコちゃんをね、設置できるんですよ。こうやって。で、ちょっと、ワンちゃん苦手なのに、子犬ちゃんの飼い主を探してあげなきゃいけないので、ストレスがね、たまるんじゃないかなと思います。一応置いときます。んでですね、
あ、不幸の4になったね。ここにいるか、敵をこの辺と、さっき前の日待ち角にいたので、どこだろうね。なんかあんまり公園って人がいた形跡がないんだけど、ねえ、どうなんだろう。でもついね、公園行きたがり、私。河原とか。河原山口さんがいるイメージなんだけど。あ、誰もいなかった。山口さんがオフィスだったね。お、清水くんいたよ。ちょっといいんじゃない？順調なんじゃない？よし、じゃあ、一夜様行こうぜ。そんで、まあ、この辺でも。ネピちゃんに会いたいな。うん。あ、じゃあ、火水難使ったことないかな。水難ね、なんか15日までやったときにね、あのお風呂の水とかだったような気がするんだよね。考え中です。でもまあ炎に弱いって言ってるから、炎にそこ天ぷら火災の上ってどんなあれなんだろう。はい、私が押せるかどうかね、わかんないんだけど。ほい、あ、ほら、ダメだよ。ほい。ほい、ほら、ダメだったよ。天ぷら火災じゃない？また、ほら。天ぷら火災以上が出せない。うん。ほら、一緒だ。お？ただいまーっと。飯にすっか。あ、でもこの動画では初でしたっけ。私ちょっと前回ね見てます、これ。水だ。いや、ダメだ。油火災の場合はどうだった。ね、台所がぼやをね起こしちゃいました。あれ、感想なかった、一夜様の。誰もいない。おバカやのフフフみたいなのがねなかったですね。何か拾った。また美少年。おお、何何これ、初めて見るね。逆招き猫。宝くじの大当たりを無効にできます。一人に一つだけつけられます。どういうこと。では、はい、今日一日の報告を行います。はい、はい、天ぷらぼや。以上です。明日は日曜日ですが、いかがされますか。で、一応お休みをね、一回取っときます。はい、明日は休むことにする。はい、そうします。では、お休みでよろしいですね。はい。ああ、それでいい。わかりました。それでステータスちょっと見ようかな。で、アイテムが重ねていっとこうかな。よいしょ。逆招き猫。はい、なんかつけとこう、いろいろね追い詰めていこう。では、おやすみな。あれ、違う違う、こうしておやすみ。はい、日曜日です。これもね、一回見たんですけどね。おはようございます、一夜様。おはようございます。お客様がいらっしゃいましたが、お会いになりますか？一応ね、会うって、私前回もね、一回見たときに。はい。いやー、一夜くん。え、あ、違う人が来た。前ね、お米屋さんっていうの、なんていうの、三河屋さんみたいな、サザエさんでいう、そういう人が来たんだけど。あ、どうも。誰この人は。こいつか。あ、嫌な人来てる。なんか嫌いなんだ。へー、変わるんだ。前ね、15日分だけやった時は、御用聞きの男の子が来てね、一夜さんが美味しくいただいたんですよ。で、あーんってなってセリフだけなんですけどね。そうか、それが出るのかなと思ったら嫌な人が来ちゃったよ。
あら。ふんふん。時々はご挨拶をと思ってね。はあ。どうだい最近は。なんでも黒崎ファイナンスの業績の伸びはなかなかだそうじゃないか。このもう一つの会社との関係性がいまいち私理解してないんですが。あら、すげえ我慢してる。そんなに嫌いなの？あれ、吉岡、塩を撒いてちょうだいみたいな感じで吉岡さんがペッペって塩を撒くのかい？親族すらをしやがって。あ、やっぱ一応気分が悪い。あれなのかな、もう一つの方はお父さんサイドなのかな。でも黒崎さんってお父さんの名前じゃないのかな。なんかその辺私すごく理解してない。では今日一日の報告を行います。あ、なんだこう三河屋さん的な男の子とねイチャイチャするんかと思ってたよ。ちょっと私もがっかりした。うん、はい。あ、ちょっと500減ってるね、エナジー減ってていいの？増加しましたから。それを一夜さんが奪ってるから向こうはそれだけ減ったってことなの？なんかね、減った増えたがむちゃくちゃになってるな。はい、以上です。はい、お疲れ様です。寝ます。また月曜日から頑張っていきましょう。はい、おはようございます一夜様。本日はどうなさいますか？イベントがね、出したいと思ってるんですが、ね、不幸度5になってるんですが、ギャーって言って、5になってるんです、ギャーってなっちゃった。まあ、一応ここ押さえとくでしょ？とりあえずね。清水くん、河原にいたことないのかな。公園って人いたことある？公園にいそうと言いつついないよね。こんな感じで、はい、いてくれー。あ、いた。お、河原にいたよ。よかったよかった。はい、そんで何かもらいたいな。この辺でネピちゃんに会えるかな。え、なになに、落下物使っていこうか。じゃあ目押しがね下手なんだけど、ちょっと頑張ろう。はい、来た。なんか難しそう。これもバッテン多いよね。へい、ほらね、こうもう目つぶってやった方がいいんじゃない、いっそ。あ、ほらね、今目つぶったもんね私。屋上、気分転換に屋上も悪くねえな。うん、なんか学園もののね不良みたいやね。ここで仕掛けるか。あ、めっちゃ屋上にもうきっとついていってるんだろうね。なんか階段上がっていくのもそろりそろり。うん、え、屋上にいるならさ、お、ぐるってなった。ドン。なに？え？何が落ちてきた？あ、看板。あー、この子がか、罪悪感を抱えちゃうけ。わー、ぶるってる。怖い怖い。また、よう物落とす子やな、この子もな。マジかよ！うん。わー、よしゃーん。怖くて下が見らんねえよ一夜様。下に人がいたらどうするんだって言ってね、お説教した割にね、ここでね同じような。誰もいないか。あら、うん、なんか拾った。あ、
絵柄がね、ちょっと違いますよね。別の人が描いてる感のあるイラスト。はーい。お、イベント出る。弁当じゃない、弁当じゃない。お弁当食べるんじゃない？もうこの公園でイベントが出るってことはお弁当でしょう。ほら。序盤はね、こういうゲームの序盤はまあ一回はね、誰かとお弁当を食べるんだよ。ほらほら。え、でもあれかな、コンビニ弁当とかじゃなくて弁当箱って自分で作ってるのかな。意外とあれ、あのお料理上手キャラとかになってんのかな。一人いるよね、だいたいお料理言えないお料理上手キャラっていうのもね。うん。あ、ちょっとキュンってなってるよ。ドキドキマギしてるよ。うん。もうほら、これケイタくんとかだったらさ、ケイタくん目線の時なんかだったらさ、いい人なのかもしれない、でも愛の人意地悪だしって言って、こう中島さんの時みたいにね、今ね揺れ動いてるのかもしれないよね、新田くんね。昼飯か。あ、また優しくしてくれそうってなってね。うん、見りゃわかるだろ。あんたはまだだ。なんかお腹すいせそうなマルタタでしたね。そうじゃなくて、散歩か何かかって聞いたんだよ。うん、そうだったのか。ストーキングしてるんですよ、どや。なんなんだよあんた。いや、だからストーカーです。エンカウント率がね高いんですよ。だからほら、もうすごいね上目遣いになった表情をね、もう勝手に楽しむというね。デレデレやんね、一夜様ね。この文章のね付け方がね、ちょっと S っぽいだけで、単に普通にね、可愛いな、デレデレってしてる大人やんな。こう普通あの少年と大人の関係性が好きってね、私言ったんですけどね、もう一夜様はさ、性的に殺取言えない、性的に殺取する気満々で近づいてるからね、とんでもない人ですよね。私個人的に好きなのは、最初は そこに至ってないのから行くのがね好きなんですけどね。一夜様はもう最初からねノリノリなんです。あー、なるほどね。なあ、あんただけ立ってると話しにくいじゃん。時間あんなら横座ってよ。かわいい。で、あのこくりとうなずくね、あの一夜様もかわいいな。ビルの様子でも覗きに来たのか。お弁当の具材が気になるんですが。そういえば現場の作業もかなり進んだようだったな。うん、つってもまだ立ち退き住んでない土地とかもあるから、まだまだ俺は稼ぎ時。この子ね、うんっていうのが可愛いね。その後手首は何ともないか。あら、優しい。ああ、軽い捻挫だけだったし、もじもじしてる、感知してる。すぐ医者連れてってもらったし。あのさ、そのあん時はサンキュー。もうデレデレやん。ちゃんとね、ありがとう言えたね。ありがとう言えたよ、あなたくんが。ありがとう言えましたよ、初めてありがとう言いましたよ。送ってくれて助かったよ。うん、だからさ、うん、礼を言われるほどのこともない。お前がしっかり働いてくれないとこっちへの返済が遅れる。もうね、はした金なのにね、あの一夜様にとったらね。
このゲームちょっとね、前のね、学園ヘブンがね、あのメパチはしてくれたんで、メパチがないのが寂しいね。チェ、そうくるかよ。あの、今時のゲームはもっとぐねんぐねん動くじゃないですか。こう微妙な体のこう呼吸の動きみたいなのもこうぐねぐねぐねっと。私個人的にはね、まだでもあれ不自然じゃないです。こう首の動きと体の動きとかこうゆらゆらっと動かすじゃないですか、立ち絵も。あれね、もうちょっと進化してくれたらいいななんて思うんですけどね。これはなんかね、動かなさすぎて。何入ってんの？あんしてくれるかな？卵焼きを。あんた、ほらね、これ少し食う。ほらやっぱり。まだ箸つけてねえし。俺が作ったんだけど。ナルセさんのパターンじゃん。もうナルセさんのお弁当を思い出したよ。なんか。ごま油で焼いた中華風だよみたいなね。新田くんの卵焼きは何味でしょう。あ、茶色いお弁当やな。あの肉が入ってんのかな、肉が。あー、え、なんかおばあちゃんが作ってくれたようなお弁当だね。がっつりお肉貧しいか入れられへんのかな。昭和感あふれるお弁当だよ。これをお前が作ったって。肉じゃがで落とせってやつかね。一夜さんもあのほら植えてるから家庭の味に。結構うまいんだぜ今そんなに。でもね、これ前もなんか言うたかな、肉じゃが好きな若い男性おる？そんな好きかなと思うんですけどね。私は好きなんですけど、そのなんか男子のね胃袋掴むのに肉じゃがってね、今時肉じゃがはもっとちゃうもん好きちゃうかと思うんですけど、ね、いただくとするか。召し上がれ、お上がりよ。ほらもうね、肉じゃがで胃袋掴んでいくぞ。うまいじゃないか。あ、かわいい。絵が変わんないって今ぼやいたらバッて変わった。あの中国のなんだっけ、変面みたいに変わった。パーンってお面のように。あら、かわいらしい。もうこんなん大好きちゃう。にっこりしたからデレデレするんじゃないね、こういうのが好きなんだね、ご飯ね。きんぴらごぼうとかでも落ちるんじゃないか。あの、俺さ、あんたの名前聞いてなかったんだけど。あ、そうでした。一夜様って言います。黒崎。あ、出た、黒崎一夜だ。あ、でもそうか、一夜、黒崎一夜だって言うんじゃないんだね。まず一応名字を名乗ってくれたね。一夜様って呼んでちょうだい、気軽に。黒崎、黒崎さんか。俺は清水新太って言うんだ。うん、知ってるよ。あ、知ってる。そうそう、だって調べてね、車ぼこらしたん誰やこら言ってね、調べてこいやおらって言ってね、エスポワール号に乗せる気でいましたからね。それもそうか。そうそう、知ってるよ。新たでいいか。もうね、速攻下で呼んでいくという。ああ、それでいいよ。一夜様でいいで、新たくんも。お腹すくやんな。あれ、なんかあんたずいぶん食べたな。俺の昼飯だってのに。いや、俺が食えって言ったんだけどさ。美味しかったからね、箸が進んでしまったね。もうこれは素直に行こうか。美味しかったです。とてもうまかった。キューンと。そうかよ、うまかった、本当に。
ちょっとね、一夜様も落とされていってるよ。あ、照れてる。味付けはお袋譲りだからよ。うちのお袋、料理うまかったんだ。にしても、結構食ってくれたな。一夜様があの高級仕出し弁当かなんかをおごってくれるんじゃないかな。さーて、昼休みもう終わりだ。ねえ、肉体労働なのにお腹空いちゃうよ。あんた、フランス料理とかばっかで、こういうのあんま食ってないんじゃねえの？和風懐石とか食ってそうですけどね。なんだったら、また作ってきてやろうか。はい、今ちょっとですね、私のね、この録画してるソフトがね、学園ヘブンの最初の方によくやってたね、止まっちゃうっていうのがあるんですよ。で、最近はね、止まったところから繋いでたんですよね。だからたまにバックの音楽がプツってなってるところは、私それでね、後から編集で繋いでたんですけど、学園ヘブンと違ってね、あの学園ヘブンはそのセリフをバックできたんですけど、このゲームね、止まったから、止まったところからちょっと戻ってね、取り直してっていうのがね、できなかった。できなかったので、ちょっとね、バックログっていうこっちで戻っていきましょう。セリフだけね。ですね、さっきここでね、止まっちゃったんですよ。これ、なんだったらまた作ってきてやろうか。それでね、一個前の言葉まで戻って取り直そうと思ったら、学園ヘブンはできたんですよ。それがね、このゲームはね、できなかった。だからここでちょっとね、で、言ってもらいます。すごいちっちゃくで、遠慮すんなよ。じゃ、また今度な、黒崎さん。俺も行くぜ。遠慮すんなよ。じゃ、また今度な、黒崎さん。俺も行くぜ。非常にね、ゲームによって操作性が違うからさ。で、そういうやり取りの後、まあ、弁当作ってくれるよっていうのでね。作ってあげようかって言われると、一夜さんもちょっとね、ドキッとして、ってなってたね。駆け引き感があるよね。はーい。はい、看板落下させました。イベント出ました。で、子犬ちゃんをね、コツコツとね、もらい手を探して苦労してます。大きくなる前にね、可愛がってくれる人を探さなきゃね。以上です。はい。じゃあ寝ます。火曜日です。おはようございます、一夜様。本日はどうなさいますか？はい。公園のね、お弁当部分までは見ましたが、オープニングでさ、見れたイベントって、新田くんのやつってこのお弁当分ぐらいしかなかったような気がするんですよね。まあ、工事現場でしょ。また作ってきてくれるっていうから、またこうあれかな、餌付けしにしてくれるのかしら。まあ、この辺と、さっき河原にいた後、イベントが公園だったんですよ。公園ってあんまり人いないのかな。こんな感じでいてくれ。あー、いなかったー、いなかったー。じゃあネピちゃんに会いに行こう。ネピちゃんいるかな。なんかアイテム拾おうよ。誰もいないようだな。はいはい。お、捜査員1人増やせるってこと？あ、へえ。ちょっとスーパーひとしくん的なものが来たよ。あ、来た来た、ネピちゃん。いや、
君も毎日苦労しているな。ネピちゃんもさ、僕が特別にカードを交換してやる。イチヤ様のとこには出ないよ。あ、そう、動物難が強いらしいので、これをですね、火に変えてもらおう。じゃあね、火とこれでいいんじゃない。いや、違う、もう変えなくていいです。では今日一日の報告を行います。はい、はい、地味にコツコツと貰い手探しを。以上です。サクサク行きましょう。おはようございます。だんだんね、おはようございます。飛ばし気味に。どうなさいますか。で、これで一人増やせるってことか。そうだよね。じゃ増やしてみる。はーい。それで、まあ、工事現場でしょ。2でしょ。これで外したらね、なんか増やしたのにってなるんだけど。G。どっちかな。公園あんまりいないんだよ、人。商店街さ、樋口さん率高い気がするんだよね。まあ、いっか。いてくれー。あ、いた。定番の工事現場にいましたね。はい。そんじゃあ、ネピちゃんが出そうなところに行ってください。うん。何がいいかな。水難ね、1個しかスロットが合わないやつはね、お風呂のお水が溢れて、お湯が溢れるみたいな感じなんですよ。それより上は見たことないんで、頑張ってみよう。スロットね、目つぶった方がいいと思う。なんかね、ずれるんですよね、きっと。パソコンでつないでるんで、目押しがね。だから、えい、あ、よいしょ、ほらね、はい、お、いけた。目つぶった方がやっぱいいかも。見てる心の目で押せってことか。海辺初めて見る。親父とおふくろ元気にやってるかな。なんか分かった上でね、捨てられたわけじゃなくて、分かった上で逃げてるのかな。そんなに覗き込んでいると何、あの人魚さんになって黒崎さんが海からザッパーンって出てくるとか。うん、ブルってなった。ドン。ハンギョドンが出てくるとか。うわ！ほら。なんか出てくると思った。あ、うわー、今そこから人が飛び込んだ。配達員ってなんの？助け、どういうこと？ちょっと現状が読めない。落ちたってこと？吸い込まれたの？溺れかけたの？なんかちょっと現状が読めなかったわ。イチヤ様、助けてあげてよ。あ、よう、いいことを教えてやるよ。私ちょっと前の動画と混乱してるんですけど、この人出たの言ったっけ？もう混乱してる。まあ、あのケイタ君じゃない伊藤君がね、ヒントを教えてくれます。山口幸男は、はい、水難に強くも弱くもない普通ってことですね。今後の参考にするんだな。じゃあな。あばよ。では、はい、今日一日の報告を行います。うん、以上です。はい、3つ揃えたいな、スロット。おはようございます、一夜様。本日はどう？じゃあここは押さえときつつ、ね、ここにいないときどこにいるのかはなんかわかんないね。河原にいたり、病院のところにいたり、
ここにいたし、ビルのとこにもいた気はする。いたことはあったけど、公園にいたことがなかったんだ。わかんないな。一応ちょっと防御も押さえとこう。はい、いてください。あ、いた。定番、もうなんか工事現場にいてくれると安心感。はい、そんで、ネピちゃんに会いましょう。なんかアイテムください。お、火もね、天ぷら火災以外見てないんだけど、スロット押しづらかったのよ。破損でやってみるか。落下物って自分が落としてるもんね。落ちてくるものにびっくりするんじゃなくてね。破損、はい。はーい。あ、これがでもあれかな。ほい。あ、やっぱりダメ。目つぶる。えい。ほい。おー。1か。デパート、なんか食べたものに当たる？相変わらず好きだらけだな。うん。誰かにぶつかられるの？あ、怖い怖い。うわっ！何？あー、ひっくり返しちゃうけ？あ、待った。お客さん。事務所へいらしていただけますか？あの、怒ってる店員さんのあのね、トーンが。俺のせいじゃ！しょんぼりした。一夜さんも弁償してあげてよ。誰もいないか、うん、何か拾った、うん、あ、こっちか。これもなんだろうね、集めたらなんかね、この手のタイプの子がね、攻略キャラにはいないと。お、イベント出ますか。またお弁当今度は2つ作ってくれるんじゃない。スチール出なかったもんね、この間ね。あ、もう手振ってるし、おいおいって。ほら、おい、こっち。めっちゃ可愛くなってるで。もうキューンやで。一夜様可愛いってなってる。ほら、約束通り黒崎さんの分もあるぜ。この何、あの学生時代味わえなかったキュンキュンなことをやってるんじゃない。俺、昨日は現場来てなかったんだけど、黒崎さんもしかして来てた。いや、え、来てたかもしれへん。私タイミングいいな、あんた。今日俺が来なかったらどうしたんだ。あ、大丈夫。あの、こういうキャラクターは成瀬さんもそうやけどさ、あの、気にしないって言うから2つ食べるの。別にいいよ。そしたら晩飯にするだけだし、手間は変わんねえからな。変わるけどね、一つ作るも二つ作るもね。いらねえなんてことないよな。がっつり食べてあげて。ひどい。明日がやっぱりあんまり良くないのかな。すまんがって言ったらやだもんね。くれるかにしよう。くれるか、アルタ。よし。こっちがまさかね、やっぱり弁当キャラはね、主人公を餌付けしてくるね。楽しみにしていたんだ。ちょっとデレデレもんね。ケイタ君かっていうようなね、美味しいに決まってますよって言いながらね、食べてくれるのかな。そうかよ。あ、箸だけなくてさ、割り箸で悪いけど十分だ。おお、出た出た。ではいただきます。なんか普通のね、一夜様になんか邪悪感がなくなって好青年みたいになってるんだけど、もぐもぐしてる。豆腐の煮物と唐揚げ、ふんふんふん、ブロッコリー、ちょっと緑が入ってるよ。あ、赤も入ってるよ。ちゃんとあの3色使ってるよ。
鬼滅の刃ソーセージの方が良かったかな。わざわざこんなものまで。おキュンキュンよ、こんなんしてもらってないから。卵焼きをハートにしてあげてもいいかもよ。うん、そこにチャームあるから。職質されそう。あれかな、新田くん家にはみりんがあるタイプの家かな。ね、よくほら、あのみりんがあるかどうかでね、お料理できるかどうかを見極めろみたいなのありません？彼女がね、あの彼女の家に泊まったりとかした時にね。早いな。よく噛んで食べなきゃね。素早く盗み見たで。ポケット小六本。おお、あれなんだ、法律を学びたいんだ。お、早いな、もう食ったのか。今日もうまかった。おそ松さん、本当に料理がうまいな。お料理上手キャラもね、1ゲームに1人いますね。お親いないからな。全部自分でやるようになったら嫌でも腕上がっちまった。学園ヘブンに至っては3人ぐらいいたよね、お料理できるのね。死んだのか。生きてると思う。わかんねえ、ちょっと事情あって離れて暮らしてるから。キア様調べてたくせに。ま、一人暮らしも悪くねえぜ。勉強しやすいしな。勉強。俺大学受験する気だから。今はちょっと遠回りしてこうやって毎日金稼いでるけどな。やりたい勉強でもあるのか。ああ、大学行かないと話にならねえんだ。院までは行かずに済ませてんだけど。ちょっと一夜様にパトロンになってもらったらいいと思うよ。俺の夢、弁護士なんだ。弁護士か。そうだよ。後のなるほどくんかな。お前が放送会入りかと思うと不思議な感じだな。俺は弱者を助けて正義を守る立派な弁護士になる予定なの。ま、今はまだ夢の話だけどよ。いい夢じゃないか。法科大学院を考えていないのは早く社会に出るためか。制度移行期だが、どちらにしろ司法試験は狭き門のままだ。なかなかの強気だな。やっぱよく知ってんな黒崎さん。上目遣い好きでしょ。ふん、笑わないのな。何を笑うことがある。ん、なんでもね。その様子だと行きたい大学も決まってるんだろ。毎日バイトばかりしていて大丈夫か。学費貯めるためにバイトしてんだよ。奨学金あるったって入学金まで全部賄うのは無理だからな。あんたへの弁償とかいろいろあるし。そんでね、高い壺買わされたり布団買わされたりしてね。何より、日々の食いぶち稼がねえと。そう、こういうのもそうなんですよね。
暮らしていくためでね、結局低所得だったりするから暮らすだけで精一杯になって結局ね残せなかったりするんですよね。親は頼れないのか。だっていないもんね。だからいねえから。死んだの。同じことをループしてるよ。うん、あ、やっぱりちょっと夜逃げだね。2年くらい前に夜逃げしちまったんだ。借金かなんかかな。子供がいても足手まといになるしな。俺に迷惑かけないようにって。捨てられたのか。捨てられたわけじゃないよと思い込んでいるのかもしれないよ。傷ついちゃうよ。要はそういうことだろ。なんだと？もっぺん言ってみやがれ！捨てられたんだろうと言ったんだ。あんた、失礼なやつだな。気に障ったか？信じらんねん。もうね、あのお腹の中に入っちゃったよ、お弁当が。やっぱあんた嫌なやつだな。ってわけにはいかない。あ、好感度がガーンって下がった。では今日一日の報告を行います。ちょっと新田くんがね怒らせてね、プンスカプンスカしちゃいましたよ。はい、以上です。寝ます。おはようございます、一夜様。本日はどうなさいますか。そうですね、まあここは押さえておきつつ、公園もちょこちょこいたからいてもおかしくなさそうな気がするんだけどな。こんな感じで会えなさそう。次は、あ、いた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 、よかった。はい、んで、まあ猫ちゃんいるかな。じゃあやっぱ人物なんやっていこうかな。はい、もうねこれ目つぶった方がいいわマジで。はい、ほい、へい、ほらね、目つぶった方がいいわこれ。はい、なんでこんなに人だらけなんだ。ひらりん、え、怒った顔出て、なんか痴漢を免罪。あ、やっぱりどこ触ってんのよ。え、痴漢免罪つらい。なんだ、言いがかりつけないでくれよ。やってねえって。認めない気ね、そこで見てた人。え、ひどい。うん、見てた見てた、この人だった。このおじさんがさ、触ってたんじゃないの。ガーン、泣きそうになかなかそする。助けてあげてくれ。ちょっと後味悪かったよ。誰もいない。はいはい、もうなんかめっちゃ集まってきたよ、いろいろと。美少年が揃ってきたよ。あ、またイベント出るかな。
うん、あ、もうね、怒っちゃったから。先日の件でかなり嫌われたか。楽しくなっちゃったよ。あ、早かったですね。建築現場の視察に行くぞ。はい。会えないまま。あ、現場の方にいるのかな。あ、もうめっちゃあれじゃん、もう心奪われまくってるよね。うん。ああ、以前ご迷惑をおかけした小僧ですか。 あいつ今日は休んじまってるんですよ。じゃあ看病しに行こう。風でぶっ倒れたらしくて。なんて読むんだろうね、これ成形層？なんだろうね、なる形層？これは築30年以上経ってるんじゃないのか。また古い建物だな。うんうん、そうか、なんか念動力がある設定をね、ちょっと若干忘れてたわ。勝手に開けちゃったの、鍵。絵に描いたような貧乏っぷりだな。ディスるディスる。家賃が安いのね。じゃあ、こんな環境で勉強する時間自体も少ないだろうに。普通にね、一夜様いい人だよね。胸打たれてるよね。コロナかもしれないからさ、あの、調べてもらいましょう。発熱外来に。これは冷やしてやらんと。水難使ったんじゃない。濡れたタオルでも絞って。高級ハンカチ、あの、コンビニにまず行ってこようよ。コンビニに。一夜様もお坊ちゃまやから、そこまで発想がいかんのか。これでは追いつかん。氷買いに行こう。口移しで飲ませてあげるやつ。飲み込まないやつじゃないの。ほら、口を開け、飲めない。あ、でも契約の中になっちゃうんじゃない。このままだと、これでね、伸ばしてもこうね、誤嚥とかしたらね、怖くない？あの、気管に入ったりとかしたらさ、むせちゃうよ。加減すれば大丈夫か。スチル出る？おお、もうエナジーいただいてるじゃん。
力を抑えて逆に分け与えることをイメージして、あ、取らないようにしてるわけね。あ、なるほどなるほど。よし、いける。水と一緒にエナジーも流し込める。こっちが助けてあげるんだね。もっとか。ポカリを、ポカリを買ってきて、ポカリでやってあげて。世話の焼ける。結構楽しんだくせに。あ。スチール出ましたね。起きた。熱が下がるの？おい、かないで。した頭で白昼夢でも見ているのか。なんで、これだけ残してちゃったんだよ。こう黒の組織的なものにご両親が追われてて命を狙われてるから息子だけはと思って失踪したっていう展開だったらいいね。両親の夢か。17歳ならギリギリね、あの保護を受けられると思うんだけど、お国のね。18歳までだよね、確かね。これどっちでもいいのかね。やっぱりそうだね、一夜様もね。まあでもですよ、下を選ぶとどうしてもね、自分ファーストな返しになるんですよ。だからやっぱり相手ファーストのね返しの方がいいのかもしれないから、優しくしてあげよう。全般見てね、一夜様なんだかんで優しいんで。ここにいてやるから安心して寝ろ。お布団はあの新しいの買ったから一応ふかふかなんじゃないかな。羽布団売りつけられてたから。換気換気。まあ、もう脱がしていってるし。遅い体だな。52キロだから。
なた、それなのにね、お弁当食べちゃったりね、お弁当2人分作ったらね、1食分のね、食費が奪われていくんだよ。様子を見に来ただけのつもりが、俺は何をしてるんだか。意識があったらこいつここまで勝手にはさせんだろうな。結構お楽しみになったんじゃない。それこそ病院に連れてった方がいい気がするんだけど。もう大丈夫か。本当は栄養のあるものでも食べさせないといけないんだが。なんか買ってきて、買ってきて。コンビニに行ってさ、あのレトルトおかゆにさ、卵を落としたらいいと思うの。コロコロ表情を変えるし、すぐに怒るし、かなりガサツな性格かと思っていたが、意外とマメだな。そういえば料理もするしな。もうなんかカニさんにもきっとね、できるから、こう一夜様が好きな形にね、切ってくれると思うよ。もし明日も現場に出てこないようだったら、病院にでも送り込む手はずを整えておこう。やっぱり病院というツッコミをね。それから偶然を装って誰かに差し入れて吉岡にうまく手を回させて。偶然を装わなきゃ優しさはねできないっていうね。らしくないことをしているな。ツンデレのねパターンだね。では今日一日の報告を行います。あ、なんか人混みで誤解のことをねすっかり忘れてたね。以上です、はい、明日は土曜日ですがいかがされますか。じゃあ今回はですねこれでやめとこうかな。次土日からねやっていこう。三河屋さんみたいな男の子次は来るのかな。どうなんだろうね。こないだのね土曜日はちょっと嫌な人が来たんでね。まあちょっとまたイベントがね2つ出たと思うんで順調にいけてんじゃない。今何日目か忘れたけど、うん、前のね15日目ぐらいまでは3人の分はね1人1回分ずつぐらいは見れたんですけど、こんなにねやっぱり1人に絞ってやった方がいいかなと思います。それではおやすみなさい。たまでした。